大津タイヤ株式会社は、かつて存在した、日本のゴム製品メーカー。ファルケンブランドで知られる。2003年7月、住友ゴム工業に吸収合併され、法人としては消滅した。ファルケンは、住友ゴム工業のグローバルブランドとして、現在も販売されている。ブランドステートメントは、ON ザパルス。1944年に大日本宝石と、 内外ゴムの提携により設立。一時期を除き、大阪府泉大津市に本社を置いていた。大津タイヤの社名は、前身の大津ゴム工業時代に、ブランド名として使用しており、これを社名に結びつけることによって、企業イメージの向上を図る目的にあった。スポーツタイヤに関した、ファルケンのブランドネームで知られ、現在も、 住友ゴム工業のタイヤブランドの一つとして受け継がれている。1980年代頃からブリジストン、ダンロップ、横浜ゴムの三大メーカーに押されてシェアが減少に転じた。そこで1981年に住友ゴム工業と全面提携し再建を図った。その後、住友ゴムグループの再編で2003年7月1日に 住友ゴム工業と合併することになった。タイヤの他には、医療用ゴム製品、液晶テレビのバックライトなども手掛けていた。なお、現在もタイヤ生産は、泉大津市を代表する産業の一つであり、同市をはじめ先週地域には、泉大津工場やファルケンブランド製品を、オーツタイヤと呼ぶ人が少なくない。現在、ファルケンは、 住友ゴム工業のグローバルブランドとして、欧米を中心に販売されている。スポーツマーケティングを積極的に行っており、2015年からは、メジャーリーグベースボール、欧州サッカー、レッドブルエアレースワールドシリーズなどの協賛を行っている。2017年現在、大津タイヤ時代から展開していたブランドが、住友ゴム工業より製造、販売されており、近年は、 アダック氏、オートビルト氏などの欧州雑誌テストでも高評価を獲得している。基本的には住友ゴム工業の保有ブランドであるダンロップと同じ技術が採用されており、同社の得意とする低燃費性能や運動性能に優れている。ブランド誕生時よりモータースポーツへの参戦やスポンサードを積極的に取り組んでおり、近年では 自動車以外の分野にも範囲を広げている。また東京オートサロンへの出展も継続している。チームカラーはライムグリーンとブルーでファルケンカラーと呼ばれる。2015年のニュルブルクリンク24時間レースに参戦したファルケンのポルシェ991ブランド誕生時より参戦している。 ファルケンカラーのジブコエッジ540レッドブルエアレースワールドシリーズに参戦する室谷義秀とサポート契約を結びチームファルケンとして参戦している主翼とパイロットスーツの前面にファルケンのロゴを掲示しているチームカラーは2016年まで以前からのシルバーだったが2017年第2戦からはファルケンカラーとなった住友ゴム工業は レッドブルエアレースが日本で開催される際のナショナルパートナーでもある。住友ゴム工業本社、括弧内は現在の名称 AB ーツタイヤ50年史、2ページ、ABCDE 住友ゴム100年史、219ページ、ABC ーツタイヤ50年史、29ページ、ABC 住友ゴム100年史、220ページ、大津タイヤ50年史、 100ページ ABO タイヤ50年史、76ページ、AB 住友ゴム100年史、452ページ、住友ゴム100年史、450ページ、ファルケンが、メジャーリーグベースボールとスポンサー契約を締結。住友ゴム工業。 h t t p s w w w s r i g r o u p c o j p n e w s r e e l e a s e 2 0 1 5 3 2 0 1 5 0 6 h t m l 2 0 1 8年5月13日、閲覧。abo タイヤ50年誌、4ページ、大津タイヤ50年誌、3ページ、大津タイヤ50年誌、 五ページ、大津タイヤ50年史六ページ、大津タイヤ50年史二百ページ、大津タイヤ50年史十から十一ページ、大津タイヤ50年史誌、110, 1千二百一ページ、大津タイヤ50年史二十七ページ、大津タイヤ50年史三十三ページ、大津タイヤ50年史六十五ページ、大津タイヤ50年史百十八ページ、大津タイヤ50年史 100から101ページ、住友ゴム100年史、225ページ、スタッドレスを、テスト朝日川に、コース完成をお伝えや。北海道新聞、レッドブルエアレース、質屋選手、アイキを、ファルケンカラーに一新から、自動車業界ニュース、カラカービュー、自動車。ありがとうございます。